キャリレポ座談会第2回の今回は、株式会社日光インテックさんで働くやりがいや可愛いキャラクターについてお話を伺いました。お仕事のやりがいとかってありますか？新しいお客さんと例えば仕事をしますってなった時に、初めて取引するのですから、そのお客さんと取っていれば本当にこの日光インテックで大丈夫なのかっていうところ、そこをお客さんに認めてもらわなきゃいけないんですけども、そのお客さんに認めてもらうまでの過程っていうところ、あ、じゃあここ日光インテックさんなら任せられるねっていうところに持っていく過程はやっぱり大変苦労を感じたことがあります。いいですよって言われるとやってよかったなっていうのを私たちの部署の方では、まあ、新しいこう取り組み、福利厚生の一環で焼きたて風味のパンを100円で買えるっていうものを導入したりだとか、あとまあ社内の制度の改定だとか、まあ、より会社を良くしていくっていうところの実感も感じられるので、まあ、そういったところにやりがいはすごく感じる部署になりますね。お仕事をする中で職業病ってありますか？そもそもあります。やっぱ100円均一とかに行くと、プラスチックの部分や製品って結構売ってるじゃないですか、うん、それを手に取っていた時にちょっと出来が悪いなと例えば手に触った時にちょっと引っかかると、角が引っかかるとなると、うん、手が痛かったり、うん、切れちゃったりっていうこともあるかもしれないです。そういうところをちょっと見ちゃいます。ありますか？車に乗った時とかに、なんかこうプラスチックの部品見たりだとか、友達と喋ってる時になんか部品の話とかが出ると、うちで作ってるやつかなとか、そういうことを考えたりすることがありますね。ずっと触れられてなかったんですけど、うん、ぜひこの子のことを紹介してあげてください名前が日光くん、まあ、会社が日光インテックっていう会社で、まあ、由来が日光東照宮、社長が徳川家康を尊敬されてまして、そこにゆかりがあるっていうところで、この子の名前も日光をいただいて、モチーフとしては明るく元気な太陽をイメージしたキャラクターですね。バスが走ってるっていうお話もさっき聞いたんですけど、大森営業所に所属している名古屋の市営バスが1台走ってて、こういろんなルートを走っていますので、ぜひ探してみてください。次回のキャリエポは社内の隠れた魅力についてご紹介します。ぜひご覧ください。